守備はもちろんですが、最近ではじわじわと打ち始めています。最終的になんとかシーズン終了時に昨年くらい打てれば、とりあえずショートは大丈夫でしょうね。それじゃ強打と変わらないと一見思えますが、龍空はまだ20歳で将来性がありますからね。ただ彼は若さゆえに色々カッコつけたり調子に乗る癖がありますからね。過去の強打や周平のようにポジションの聖域化はせずに、村松や田中、福永あたりの今年加入の内野手陣とバチバチにポジション争いをさせてあげてほしいですね。龍空選手は現状では守備だけの人ですが、高校時代はスラッガーでした。プロのパワーとスピードに押されてはいますが、身体が大きくなれば本来のバッティングができると期待しています。ポジションやタイプから急激に大きくするのは現実的ではありません。3年くらいかけて 10kg ほど増量できれば、向こう10年間ドラゴンズのショートは安泰です。まずはこれからの暑い時期に体重を落とすことなく、レギュラーで夏場を完走してもらいたいと思います。立浪監督のチーム作りを象徴する強打の放出と龍空の抜擢でしたね。控えに強打がいる状態で龍空を使いにくいと考えたかどうかわかりませんが、龍空は確かに今年はつらつとプレーしてるように見えます。まず守備からの立浪構想、もう少し時間をかけて結果を見守ってあげてほしい。捕球と守備範囲はすごい。ただ肩は遊撃手としては平均よりちょい劣る。だから二塁側だったりショート前のダッシュして捕球するゴロのさばきは本当に素晴らしい。反面、一塁から遠くなる三塁側だったりショートの深い位置のゴロは常に送球怪しい。一塁のビシエドがとても上手いから目立っていないけれど、本人も自覚があるみたいで守備位置を常に研究しているのが伺えます。土田は打率250、盗塁15位あれば守備で食っていける可能性あると思っていましたが、ここまで高いポテンシャルとは驚きです。点を入れる打撃力は魅力ですが、同時に点をやらない能力、守備も大事ですから、シーズンは田中幹也と勝負して高いレベルでのスタメン争いに期待。立浪監督は自身が守っていたこともあり、特に二遊間の守備には求めているハードルが高く、そのレベルに達していないと判断したら使わない。龍空が打率2割に満たず、シャンもある中で使い続けているのはそれだけ評価されていると思う。送球が不安定でファーストのビシエドに助けられている場面もあるけど、龍空にはぜひシーズン完走して賞を取ってほしい。一塁への送球がヒヤヒヤする時が結構多い。ビシエドがなんとかうまく捕球してるけど、エラーもっとついててもおかしくないかな。龍空まだまだ若いし、田中くんが戻ってくればお互い良い刺激になるだろうし、レギュラー絶対に渡さないくらいの気持ちで頑張ってください。期待してます。音符。龍空選手はバッティングに課題があり、また自慢の守備でも素人目に分かりやすいミスやミスのヒヤリハットをするので強打信者から叩かれがちですが、守備範囲の指数が西武源田選手よりも高いのは驚きですね。
高い守備力があるのにファンに認知されないのはもったいないので、まずは正面のゴロをハンブルしたりしないよう簡単なゴロを安定してアウトにできるよう確実性を上げて、人気がある選手ですし、ドラフトのショートになれるように期待しています。素質は確かにあるのだろうが、同時にまだ直すべき欠点も感じる。正直安心して見ていられるレベルではないが、立浪監督があれだけ打てないのに、使い続けるのはショート経験者として感じるところがあるのだろう。また、最近ではその期待に応えるようなプレーも見せている。性格は少しお調子者に見えるが、よく投手ところに駆け寄り、言葉をかけるなど今までのドラゴンズナインにあまりいなかった明るさ元気もあり、ベンチを明るくする選手であれば必要だと思うが、後は日々練習で誰が見ても成長を感じさせることです。期待したくなる愛すべき選手ですが、そのためにも絶対にポジションを競争させることが重要だ。